国道11号は、徳島市の勝時橋を起点に、松山市の市役所前を結ぶ四国一の大動脈です。実延長は 261.5km、現道は 230.9km で全国57位の長さです。徳島から高松、境出といった佐抜平野を通って松山市に至り、四国北部を東西に直線的に結んでいます。11号は、 四国を通る国道で一番若いですが、政令指定都市を通らない国道としても、最も若い国道です。四国4県のうち3県の県庁所在地を通るため、沿線人口は四国の人口50%を超えるそうです。11号沿いに町が発展したんですね。立林公園や松山城といった観光地の横を通り、四国の高速バス拠点である、徳島独特ターミナル、座沿線に開設されています。 徳島から松山まで国道11号で走破すると約6時間15分かかるようです。